デニス・フランツはアメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身の俳優、ドイツ系アメリカ人、イリノイ州メイウッドにあるプロビソイースト高校を卒業し、同州カーボンデールの南イリノイ大学カーボンデール校を卒業した。大学を卒業したフランツはアメリカ陸軍に志願し、ベトナムで空挺隊員として11ヶ月軍役に従事した。フランツは シカゴの有名なオーガニックシアターにて俳優としてのキャリアを開始した。彼は以前シェイクスピアを演じたことがあったが、彼の外見から演劇を始めて間もない頃から警察官としての役柄を与えられるようになった。テレビシリーズ NYPD ブルーでアンディ・シュポイッツ役を演じ4度エミー賞を受賞した。日本語吹き替えは主に池田マサルが務めることが多い。スモーク・レイさん。 98デニス・フランツ。2009年3月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年10月27日閲覧。t v b h e r o e s 六デニス・フランツ。ザインディペンデント、ハイビームリサーチハット、デニス・フランツトレーラーショータイムズキャスト。ムービーズ、ニューヨークタイムズ。二千三2 0 0 3年8月14日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2008年10月27日閲覧。ありがとうございます。